大なる英雄が倒れた時、神々も人々も動物すらも沈黙した。その後アイアスがアテナの怒りに触れ狂気に襲われたという言い伝えがある。我々は不可解な出来事をすぐに神々の仕業と考えてしまう。アイアスの従者は皆がアイアスとうまくいっていたわけではないと明かしている。それはアキレウスの敗北の日から始まったのか。アイアスはオデュッセウスの助けを借りて大勢のトロイ人のただ中に飛び込んだ。そしてアキレウスの遺体を味方の陣地に運んで手厚く葬った。さらにトロイの城壁の真下に掘られた秘密の通路、町に生活物資を運び込むために使われていた狭い通路を発見したアイアスとオデュッセウスは、パラディオンとして知られる像を盗むためトロイの中心にあるアテナ神殿に忍び込んだ。神殿にパラディオンがある限りトロイは決して陥落しないというお告げがあったからだ。アイアスはパラディオンを持ち去り町の外へと運び出した。アテナがアイアスを幻惑したのはこの冒涜のゆえか。怒りに我を忘れ全てが自分の敵に見えるように仕向けたのか。ギリシャの王たちはわしをバカにしているのだ。アキレウスの遺体もパラディオンも誰のおかげで持ち帰ってこれたと思っている。名誉と褒美を得られたのはオデュッセウスだけ。残りは全てアガメムノンのものだ。わしはといえば手柄に見合う報酬なんぞ何一つ受け取っておらん。聞き捨てならんな。我らを侮辱するのか。違う、正当な要求だ。逆賊めが。メデラオス、よせ。やめろ、やめろと言ってやる。一体何をしたのだ。守ると誓った者を殺したのか。アキレウス、なんだ、どういうことだ。違う、違う、わしは違う。許されることではない。オデュッセウス、殺すつもりはなかったのだ。
アイアス、アガメムノン、わしはお前の命令に従ってきた。だがお前はいつもわしの手柄を握りつぶす。罪を負うべきはわしではない、お前だ。貴様、わしに従えぬのか。ならば死ぬがいい。メネラオスを殺したのは貴様だ。アイアス、貴様は我が軍の恥さらしだ。
り。こんなことに、わしが一体何をしたというのだ。やめろ、やめてくれ。もうたくさんだ。お前が殺したんだ。ダイアス、黙れ。奴らは死んでいるのだ。皆死人だ。